VTuber 始めます。音を収集、YouTube でよく見かけるゆっくり系動画を作ってみます。こんな感じで作ればいいのかな、というので制作していきますので。あくまでも、ゆっくり系動画制作のヒントとして見てくださるとありがたいです。ところで、ゆっくり系動画ってわかりますか？解説系でよく見かける、ゆっくりとした会話する動画のことです。YouTube をご覧の皆様も、一度くらいは見たことがあるのではないでしょうか？まったりマリサです。まったり霊夢です。二人で対談すれば華やかに見えるかな？見えると思うよ。こんな感じで対話調で会話するものを見たことありますよね。会話調なので、一人ナレーションよりは、臨場感ある演出ができ、視聴者の気を引くことができるかもしれません。ところで、ゆっくり系動画で見かける、このキャラクター、左が、マリサ、右がレイムです。実は、このキャラクターはフリー素材だと知っていましたか？私は、この動画を作るまでは、オリジナルキャラクターだとばかり思っていました。このキャラクターは、スクリプトで動くようで、今回の、ゆっくり動画制作では使用しません。このキャラクターを動かすのに、ゆっくりムービーメーカーというものがあります。ゆっくりボイスも簡単に作れ、テキスト表示もできる優れものなのですが、ゆっくりムービーメーカー自体はフリーですが、ボイスを使用するのには、アグスト社のライセンスが必要になります。個人的な仕様であればフリーなのですが、YouTube で広告収入を得る場合は必要になります。金銭的に余裕がある方は、時短になりますので、ゆっくりムービーメーカーを使用することをお勧めします。過去に紹介しました VTuber 始めます。のツールを使い、制作方法を紹介します。ツールの詳しい使い方については、これらの動画を参考にしてください。キャラクターを動かすのに必要なものを用意します。まず、パート1で紹介したモック 2D トーカー。これは、キャラクターの口パクや揺らぎを再現するのに必要なソフトです。モック 2D トーカーは、複数のキャラクターと表情がセットできるので、チャンネル別のキャラクターの設定ができ、切り替えることで使用できます。パート2では、インターネットライブ配信用のソフト、OBS スタジオを紹介しました。OBS は、起動中のアプリの動作を取り込むことのできるソフトです。動画や音声の再生もできます。ライブ配信用のソフトではありますが、録画もできるので、動画編集に役立てることができるのです。そして、動画を編集するのに、ショットカットを使います。OBS で作成したグリーンバック動画を、クロマキー処理や音声の配置などに使います。すでに、クロマキー処理ができる動画編集ソフトをお持ちであれば、そちらを使用してください。そして音声ファイルですが、ゆっくり動画に合わせ、棒読みちゃんで作ることにします。棒読みちゃんの規則音声合成ライブラリは、ゆっくりムービーメーカーと、同じアクス登録の DLL が使われています。棒読みちゃんには、旧アクス登録の DLL が同梱されていており、営利、非営利を問わず、無償利用ができるそうです。これなら安心して使用できますね。棒読みちゃんを利用したことがない人は、検索サイトより、棒読みちゃんと入力し、道明さんのサイトよりダウンロードしましょう。ここからは、ダウンロードと使い方について簡単に説明します。必要のない方は飛ばしてください。ページの中間あたりにダウンロードボタンがありますので、ボタンをクリックすると、ワンドライブを開きます。開いたページからファイルをダブルクリックすることで、パソコンにダウンロードすることができます。適当な場所で回答しましょう。回答するだけで使用できるソフトなので、後から移動も可能です。ダウンロードしたファイルを回答すると、このようなファルダが作成されます。唇のアイコンをクリックし、棒読みちゃんを起動しましょう。最初に起動すると、プラグインを有効にするか尋ねてきます。とりあえずは、すべていいえを選択してください。後から、その他のプラグインのタグから設定することもできます。棒読みちゃんの空白欄に文字を入力します。音声合成ボタンを押すと、テキストの文字を読み上げますので、発音に問題ないかチェックしましょう。テキストの変換のテストだぜ。テキストの変換のテストだぜ。テキストの変換のテストだぜ。速度や音程を調整し、お好みのものにしてください。性質を変えることもできます。
テキストの変換のテストだぜ。テキスト下の設定はちょっとわかりにくいです。音声変換がおかしい場合は辞書登録で単語変換すると簡単です。ファイルに保存のボタンを押すと、WAV ファイルで保存ができます。以上が、棒読みちゃんの基本的な操作でした。これらを使い、制作した、ゆっくり動画をご覧ください。この動画のために雑談部屋の背景を作ってみたぜ。雑談部屋というよりは、窓部屋って感じね。ああ、細かいことは置いておこう。ところでゆっくり動画ってどうなんだろう？どういうこと？YouTube で見かけるゆっくり動画、ほとんどがキャラかぶっているよね。マリサと霊夢ね。今のところ、YouTube で問題になっていないみたいだけどオリジナル手がないとも言えるな。確かにキャラクターがかぶるのはオリジナルではないわね。以前、YouTube は文字だけの動画を投稿するのは推奨しないと発表したぜ。あったわね。動画を入れなきゃダメとも言っていたね。ああ、投稿するものすべてとは言ってはいなかったが、基本、ゆっくり動画にも動画や生の声を入れておいた方が無難かもしれないぜ。どうして？今は、文字だけ動画を見なくなったろう。確かにそうね。ああ、YouTube のルールはよく変更されるからな。無理にキャラクターをつけているものもあるわね。もしかしたらマリサと霊夢が増殖しすぎたらオリジナリティが薄れてしまい、後発配信者は排除されてしまうかもしれないぜ。泣きにしもあらずね。これからゆっくり動画を作る人はオリジナルキャラクターを使った方がいいかもしれないな。収益化されてから動画削除だなんてされてくはないわね。まあ、今後どうなるかはわからないけどな。ああそうだね。ということでオリジナルのキャラクターを作ってみたぜ。これってクマモン？まあ参考にさせてもらったが、ニワトンだ。まだ仮名だけどな。ニワトリと豚の合作ね。まあそこはシークレットということでお願いするぜ。どこかで見かけたら応援してくださいね。それでは、これらのソフトを使い、ゆっくり動画の作り方を見ていきましょう。ゆっくり動画を、以下の手順で制作していきます。まずは、シナリオ作り。シナリオがなければ、キャラクターの口パクは作れません。動画全体で、キャラクターが喋るシナリオを作りましょう。次に、棒読みちゃんを使い、テキストからナレーションを作ります。シナリオをナレーション化します。ナレーションの音声は、口パクを再現するものとなります。ショットカットを使い、ベースとなる動画を制作し、2人の音声をタイムラインに配置させます。その後、それぞれの音声ファイルをエクスポートします。OBS スタジオを使い、キャラクターが口パクするグリーンバックの映像を作ります。再びショートカットを使い、必要な素材を追加し、編集します。最後に完成させた動画をエクスポートします。まずシナリオを用意しましょう。キャラクターが喋る原稿です。しっかりとした内容で作りましょう。後から変更すると編集に大きく影響します。テキストで制作する場合、 A と B が会話している内容で分かりやすくしておいた方がいいでしょう。これを切り貼りして棒読みちゃんで変換することで音声ファイルを制作することができます。ただし、このやり方はとても面倒です。できれば Excel、または Calc 系のソフトで作ると、作業が楽になります。Excel を参考に見てみましょう。1列目にタイトルを入れておくと見やすくなります。A 列に喋り手を指定します。B 列は会話を入れていきましょう。シナリオができたら、1列目にフィルターをかけます。1列目を選択状態にし、メニューからデータを選択後、リボンからフィルターを選択します。すると、1列目のセルに逆三角記号が表示されます。喋り手の逆三角形をクリックし、A もしくは B で絞り込みができるので混乱しにくく、作業もはかどるでしょう。
絞り込んだテキストをコピペし、棒読みちゃんに貼り付けます。ここでは、喋り手への会話だけの音声ファイルを作ります。別に喋り手 B も作っておきます。この方が、音声区切りの作業がはかどります。ショットカットに素材を配置した状態です。空の窓をイメージした画像を背景にしました。エクスポートした2つの音声をトラックを分けて配置し、会話に間を空けて交互に話すように調整しています。この間がキャラクターの口パクに重要な役割を果たします。再生してみましょう。この動画のために雑談部屋の背景を作ってみたぜ。雑談部屋というよりは窓部屋って感じね。ああ、細かいことは置いておこう。ところでゆっくり動画ってどうなんだろう。どういうこと。ちゃんと会話が成立していますね。喋り手、2人の音声をそれぞれエクスポートします。 A1 をエクスポートする場合は A2 のトラックのスピーカーをオフにします。次に書き出しを選択し、プリセットのオーディオから MP3 もしくは WAV を選択し書き出してください。 A2 のエクスポートは A1 のトラックのスピーカーをオフにし、同じように音声ファイルを書き出します。デフォルトでは MP4 ファイルが書き出されますので注意しましょう。口パクするキャラクターの動きをグリーンバックで撮影します。まず Mock2D トーカーで A のキャラクターを表示させます。次に OBS で必要な素材を設定します。今ご覧の OBS はすでに素材を配置した状態となっています。一番下にグリーンバックの背景、次にキャラクターを配置する目安として背景を置いています。メディアソースには A の音声ファイルを設定しています。この状態でコントロールの録画開始ボタンを押し、続けてソースのメディアソースの名のアイコンを解除します。するとグリーンバックの録画が始まり、音声に合わせてキャラクターが口パクをします。この動画のために雑談部屋の背景を作ってみたぜ。細かいことは置いておこう。ところでゆっくり動画ってどうなんだろう。 YouTube で見かけるゆっくり動画、ほとんどがキャラかぶっているよね。今のところ YouTube 音声の再生が終了したら録画終了ボタンを押します。 B の音声ファイルも同じやり方で作りましょう。グリーンバックで録画した動画をショットカットのプレイリストに取り入れました。映像トラックを追加し、グリーンバックの動画を V2 に配置します。V2 トラックの動画冒頭が少し長いので削除します。V2 トラックの位置を A1 トラックの音声の波形に合わせて移動します。そうすることで V1 トラックの口パク映像と音声がほぼ同期されます。この動画のために雑談部屋の背景を作ってみたぜ。ああ、細かいことは置いておこう。ところでゆっくり動画ってどうなんだろう。YouTube で見かけるゆっくり動画、ほとんどがキャラかぶっているよね。V2 トラックの末尾が長いので削除します。続いてクロマキー処理をします。V2 トラックを選択し、フィルターを開きます。映像タブを選択、クロマキー、シンプルを追加します。キーカラーに背景色を選択すると背景が透明化されました。喋り手 B も同じように配置します。
OBS で録画したグリーンバックの動画は口パクしていないところがいくつかあります。どうしても気になる場合は修正しましょう。ああ、細かいことは置いておこう。とこ。まず、V3 トラックに影響を与えないようにロックします。次に、V2 トラックで、口が開いている部分を選んで、再生変動で分割します。その部分をコピーします。次に口を開いていない箇所を選び、現在のトラックにクリップの上書きを選択します。そこに口を開いた動画が上書きされます。この作業を修正したい部分に繰り返します。ああ、細かいことは置いておこう。細かいことは置いておこう。全体に修正を加えた状態です。結構な数がありましたね。これで音声があるのに口が開かないという現象は解消されました。続いて字幕を入れていきましょう。字幕用の映像トラックを作ります。 A1 トラックのボイスの位置にテキストが表示されるようにしていきます。メニューのその他を開くからテキストを選択します。表示されたダイアログボックスに文字を入力し OK ボタンを押します。先ほど作った Excel ファイルからコピペすると楽に作業ができます。文字の種類やサイズ、色なども設定します。体裁が整ったら、プレイリストに作ったテキストボックスをドラッグ&ドロップします。これでテンプレートが完成です。今度はこのテンプレートを V3 トラックに配置して位置を調整します。2つ目以降はテンプレートをコピーし、現在のトラックにクリップの上書きを選択すると楽に設置ができます。文字の修正は素材を選択しフィルタボタンを押すことで変更ができます。この動画のために雑談部屋の背景を作ってみたぜ。雑談部屋というよりは、窓部屋って感じね。ああ、細かいことは置いておこう。ところでゆっくり動画ってどうなんだろう？キャラクターの位置が、下すぎて文字とかぶりますね。トラックのフィルタから、サイズ、位置、回転を使い調整しましょう。中央の黒丸をつまみ、少し上に移動させ、適当な位置に調整してください。簡単に、動画の位置の調整ができました。以上が、VTuber を始めよう。の番外編、ゆっくり系動画を作ってみよう。でした。今回、紹介したゆっくり系動画は、完全無料で制作する方法で考えてみました。この手順が、大まかな流れになることでしょう。手間がかかるのはよくわかりますね。ゆっくり系動画の制作にはゆっくりムービーメーカー4が良さそうです。この動画で紹介したアプリケーションでの工程が一つのソフトウェアで対応できます。特にキャラクターの動きや表情の切り替えも設定でき、
テキストをタイムラインに配置することで、テキスト表示と音声も作れるみたいです。これは、かなりの時短になるでしょう。ネックは、音声のライセンス、アグス登録が必要となることです。商用利用でなければ OK なのですが、難しい判断ですね。ゆっくり系の音声だけを使いたいのなら、旧アグス登録が使える、棒読みちゃんを使うことです。棒読みちゃんで作った音声は、商用利用が可能です。どのような使い方をするかは、あなた次第です。ゆっくり系動画制作の参考にしていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。